こんにちは、柴戸です。今回はですね、卓上のおしゃれミニアンプをご紹介させていただきたいと思います。今回ですね、千葉県船橋市の千葉管楽器さんからミニアンプをお借りしてまいりました。こちらがですね、ピグノーズ、そしてこちらがオレンジと、非常にですね、おしゃれで、デスクの上にね、一個置いときたいような感じのアンプなんですけれども、サイズもね、非常に小さいです。こちら、ズームの MS50G と、まあ、これはボスのコンパクトエフェクターとかとそう変わらないようなサイズになっております。まあ、だいたいオレンジが、コンパクトエフェクターの2個分ぐらいなイメージで、ピグノーズが3つ分ぐらいな感じですかね。もう全然机の上とかに置けるサイズになっております。では1個ずつご紹介していきましょうかね。じゃあまずはピグノーズ。このピグノーズはですね、僕が高校生の時にも再度流行ったというアンプなんですけれども、元は1973年に発売が開始されたそうです。エリック・クラプトンが使っていたことでも有名ですね。名前の通り、ピグノーズ、豚の鼻、ブーちゃんの鼻がつまみになっているというふうな、意外性がありながらも非常におしゃれというアンプですね。じゃあ中身を見ていきましょう。ここがですね、開けれるようになっておりまして、パカッと開けますとこんな風な感じになっております。ここはまあスピーカーなんですが、電池でも動きますし、アダプターでもいけるという風な万能ミニアンプになっております。そしてね、とってもついているというところで、持つところがあって、持ち運びも非常に便利ですね。で、非常にシンプルでですね、ここにインプットがあるんですが、プリアンプのアウトとアダプターの挿すところがあって、このブーちゃんの鼻だけなんですよ、つまみが。あとは全く EQ だったりとかっていうのはないです。ここがボリュームになっているというシンプル設計ですね。続いてオレンジです。オレンジもですね、電池で動かせるようになっております。ここを開けると9V ですね、あの四角い電池が入るようになっております。で、裏を見るとアダプターが挿せるようになっていて、ホーンジャックがありますね。イヤホンで聞くことも可能になっております。で、ピグノーズよりもですね、機能が多彩になっておりまして、こちら電源なんですが、ここチューナーがついてます。チューナーのメーターですね。そしてボリュームとトーンで、オーバードライブのボタンもついていると。ピグノーズよりは多機能になってますね。オレンジは見た目もおしゃれなので、今の若い子に非常に人気があるアンプです。まあ、それの卓上版ということで、非常に可愛らしくてですね、本当インテリアにも向いているようなアンプだと思います。続いて音を鳴らしていくんですけれども、まずはですね、ざっくり鳴らして、で、その後ですね、マイクを使って録音していこうかなと思います。で、まあ、その時はリバーブかけたりとか、ちょっと雰囲気が出せるような感じの音で撮りたいなと思っております。では、まずピグノーズ鳴らしていきます。ここですね、プチッと回すとボリュームになっております。なんか雰囲気がありますよね。ちょっと上げると、歪んでるというか、割れてくような感じではあるんですけれども、なんかミニアンプっぽくない音ですね。ミニアンプ特有のあの、なんかちっこい感っていうのは全然ないですね。通常のアンプのような感じです。続いてオレンジです。やっぱちょっとね、ミニアンプ感はありますね。トーンを絞ってみましょうか。トーンを絞るとちっこい感が若干減りますね。
オーバードライブを。オーバードライブっていう感じではありますね。チューナーの様子を見てみましょうかね。こんな感じになっております。ポチッと押しまして、こういうような感じで出てきますね。まあ、これを卓上に置いてあって、でギターがあればもうサクッと音出しができるっていう面では非常にいいかなと思います。ではこの後はですね、マイク取りしていきたいと思います。